雷神、井上直樹が復活の勝利、滝沢健太をストレートアームバーで仕留める。湘南美容クリニックプレゼンツ雷神40。2022年12月31日、土曜日埼玉スーパーアリーナ。下向き黒三角第9試合バンタム級、61.0kg、5分 3R。0井上直樹、セラロンゴファイトチーム、60.85kg。2R3 分53秒ストレートアームバー×滝沢健太フリー 60.85kg。 井上は元 UFC ファイター、 UFC で1勝1敗も UFC フライ級戦線縮小の余波を受け、日本に主戦場を移すとディープを経て2020年2月に雷神初参戦。トレント・ガーダムに判定勝ち後、渡辺修斗、元谷友紀を相手にいずれもリアネーキドチョークで 1R1 本勝ち。2021年6月のバンタム級日本 GP1 回戦で石渡慎太郎を右フックでダウンを奪ってのサッカーキックで 1RTKO に下すと、同年9月の GP2 回戦で金太郎に判定勝ち。大晦日の準決勝で扇久保博正に敗れ、今回が1年ぶりの復帰戦。滝沢はファンクラスで活躍後、2020年9月に雷神初参戦。金太郎に判定勝ちを収めると、11月大会で扇久保に判定負け。大晦日には佐々木ウルカにも判定負けでキャリア初の2連敗を喫するが、2021年6月の大阪大会でのバンタム級日本 GP1 回戦で足跡縦断、今成正和に空手仕込みの蹴りを多用し判定勝ち。9月の2回戦で元谷友紀に 1R、左フックでダウンを奪っての連打で TKO 勝ち。大晦日の準決勝で朝倉海に敗れ、今回はそれ以来の試合となる。両者の対戦は7月に一度組まれたが、井上の負傷欠場で中止となっていた。コールに両者ともに空手の十字を切って中央へ。1R、ともにオーソドックス構え、いきなり後ろ回し蹴りを見せた滝沢、井上は右カーフキック、滝沢も左下段、しかし井上は出入りで右カーフを当てる、平に左引導、飛び込んでの右を当てる。滝沢は左前蹴り、しかし井上はステップインからワンツーの右を当てる。左引導のダブルから出入りの井上、滝沢の前蹴りをかす、右ミドルは滝沢、井上は打撃の入りから右足をかけてのダブルレッグテイクダウン。右で刺して背中をつかせると、左でパウンド。ハーフガードの滝沢、右で刺して左肩で顎にプレッシャーをかけてパスを狙う井上。迂闊にバックを見せられない滝沢、右で刺したまま左肩パンチを打ち込むと肘、滝沢が出血、腰を切ろうとする滝沢だが、脇を刺したまま。内側を向く滝沢の腕を極めながら、立ち際にサッカーキックを当てる。2R、滝沢の下段蹴りに右を当てる井上。滝沢の組をさばいてテイクダウンを奪うと、サイドから横四方。滝沢の向き直りにバックへ、整体する滝沢に腕十字も狙う。肘を抜いた滝沢は下から忍者チョーク狙いも頭を外した井上はポジションは譲らず。左で刺して背中をつかせるとハーフから滝沢の右手を脇に挟んで右の鉄槌連打。井上の出血が多くなる。サイドを奪うと膝蹴りを入れながら、アメリカーナのグリップからストレートアームバーに。ももを掴んで防ごうとした滝沢だが、腕を伸ばされタップした。試合後、井上は、こんばんは、大晦日まで来ていただいてありがとうございます。本当は今日用意していたんですけど、忘れちゃって。また雷神で勝ってお披露目したいので、またよろしくお願いします、と、フリップとは別の何かを次回も勝って披露したいとした。雷神、井上直樹が1年ぶり復帰戦で鮮やか一本、滝沢の顔が鮮血で染まる。第9試合は元 UFC ファイターの井上が貫禄。格闘技イベント、湘南美容クリニックプレゼンツ雷神、40、2022年12月31日、埼玉スーパーアリーナ、アベマ PTV で全試合を完全生中継、MMA ルール、61キロ、5分 ×3R。第9試合では元 UFC ファイターの井上直樹、セラロンゴファイトチームが滝沢健太、ファイヤードアップジムに 2R、1本勝ちを収めた。両者は今年7月の雷神37で対戦予定だったが、井上の怪我で流れていた。仕切り直しの一戦となったが、1R から井上が圧倒。打撃も的確に当てると、テイクダウンも奪い、パウンドを浴びせ続けた。2R も主導権を離さず、最後は腕を極めタップを奪った。
ダメージで滝沢の顔は鮮血に染まっていた。井上は昨年大晦日のバンタム級トーナメント準決勝で敗退。以来、1年ぶりの復帰戦だった。大臣、井上直樹がアームバー1本で完勝流血の滝沢健太からタップを奪う。大臣ファイティングフェデレーション、格闘技イベント、湘南美容クリニックプレゼンツ大臣40。2022年12月31日土曜日埼玉スーパーアリーナ。下向き黒三角第9試合ライジン MMA ルール5分 3R 61.0kg 0井上直樹セラロンゴファイトチーム1本に R アームバー黒丸滝沢健太ファイヤードアップジム共に1年ぶりの再起戦となる両者は今年7月のライジン37で対戦が決定していたが、井上が左膝の半月板損傷で全治6から8週間のドクターストップとなり試合が流れた。どちらも空手出身だが、井上は日本人史上最年少の19歳で UFC と契約したオールラウンダー。一方の滝沢は、滝沢健を自称するストライカーだ。1R、滝沢はバックスピンキック、ハイキックと大技を繰り出すが、井上はカーブキックで応戦。井上は蹴りの後でタックルに出てテイクダウン。ハーフガードの滝沢に井上は肩パンチから肘打ちで出血を呼ぶ。そして立ち上がると、井上は滝沢にサッカーボールキックを2発に待って初回を終える。2R、スクランブルで滝沢をグラウンドに持ち込んだ井上はバックを狙い、下にされても三角締め、腕十字と狙う。これを滝沢が逃れても井上はすぐにタックルで再びグラウンドへ。滝沢のギロチンを外すと井上はサイド肘で攻め、そこからアームバー。これで滝沢をタップさせ勝利した。マイクを持った井上は、本当は用意していたものがあったんですけど家に忘れちゃったので、またライジンで戦ってお披露目できるよう頑張ります、と苦笑いしながら語った。ライジン、1年3ヶ月ぶり勝利の井上直樹、次はタイトルマッチでいい、朝倉海戦にも興味。ちょっと緊張もしました、と振り返り。格闘技イベント、湘南美容クリニックプレゼンツライジン、40、2022年12月31日、埼玉スーパーアリーナ、アベマ PPV で全試合を完全生中継、MMA ルール、61kg×3R。第9試合で、滝沢健太、ファイヤードアップジム、2R、1本勝ちした元 UFC ファイターの井上直樹、セラロンゴファイトチームが試合後会見に応じた。昨年大晦日のバンタム級トーナメント以来、1年ぶりの再起戦のリングで貫禄の勝利。井上は、ちょっと緊張もしました。しっかり1本で勝ててほっとしています。試合前は判定でもという気持ちではいました。極めれるところで極め